おい。わあ、夜になった。下着だった。おっしゃ。先帰った方がいいのかな。あ、マリナさん。私、お風呂場です。長いな。今、汗を流しているので。はい。えい。どうしたのかね、神妙な顔をして。いや、私はダメだよ。施設の頼みたいこと。おー、医薬品みたいな。インシュリン。確か糖尿病患者の治療に用いるホルモンだね。ああ、だってこれインシュリンでしょ。な、君さ、現代医学に物を申すだとは言わないけど。うん。どういうこと。はは、なるほど。穏やかじゃないな。まあ、こいつを最優先ってわけにもいかないから。ああ、まあ一応そう言ってみるよ。あまり期待しないで、プレッシャーをかけないでよ。これ誰が。あまり真っ当でない結果は出てほしくない。そんな顔で凄まないでよ。うん、君の心情は理解できるよ。うん、そうだった。彼女のことを思う心は大事だ。だけど行き過ぎは任務に支障をきたすね。なら結構。まあできるだけ早くしてもらうように言っておくから。はい、帰ります。マルタ君。あ、マリナさん。よし。電話があったわ、さっき。葛城弥生さんという方が連絡を欲しいと。はい。はい。葛城ですが。失礼ですが、どちら様。403。信じられない。
葛城さんって隣だったの？どうしたんだいきなり。ああなんだ、引っ越したばかりか。あれ、この子は？はじめまして。紹介だ。マヤコさん、よろしく。こちらこそ、よろしく。なんだ？ああ、よくわかったな。いいね、そう思って。ほら。とっておきだ。嘘ばっかし。まあ、しかし、酒はまずいだろう。お願いします。ところで、料理は誰が作るんだ？ああ！あのクソまずい料理をまた食べさせる気か？そんなにひどいんですか？ああ、彼女の料理というのは名だけでね。なぜ話が私に？私も食べ過ぎちゃった。最近外食が多かったからな。久々に料理をしたよ。びく。私は太らない体質みたいだから。え、そうは見えない。君は正直だ。ほとんど弥生さんの料理じゃ。はい。モム。秘蔵のやつだ。ラッパ飲みをするなよ。しかしびっくりしたよ。変わらず洗濯板だ。いつアメリカから帰ってきたんだ？ずいぶんと急だな。そうみたいだな。今日の朝、留守電を聞いてびっくりしたさ。まあな。今はちょっと忙しくてさ。何の？あの間の抜けた声は。さすがに覚えている。生まれつきだ。気にするな。久々に会えて嬉しいよ。酔っ払いじゃない。マリナさんはとっても美人。あー、もう酔っ払いは嫌。ピッチが早いんじゃないか。久々に会えて嬉しい。な、どうした？そうだな。ああ。だけど、パパに呼び戻されてね。私は町の私立探偵さ。青春戦ってやつだ。マリナはまだ例の JCIA か？誰にも言わないさ。今は？なるほど。なるほど。いや、世間を知っているというサンジさ。女性が不憫に思えてな。あのああ、いい考えだ。あの
はそんな玉じゃない。そうね、若く言って25か。弥生さん、私はいい。ねって言われてもダメだ、ダメ。そうですね。弥生さん落ち着いていて大人っぽいし。 27? 年齢のことはやめよう。若く言って25。ふん。その通りだ。さっきと言ってることが違うんですけど。私は熱い。ああ、いいぞ。故に脱ぐ。そんだけかい。弥生さん、プルシス2はダメだな。なんだそれは。私はな、酔っ払ってなぞいないぞ。ああ、だんだん大変な予感がしてくる。男は嫌いだな。でも愛してる男だったら、そして優しくこうキスできれば言うことなしさ。
私にしないでください。私横になったらどうだ。酔ったわけじゃないんだけど。眠っただけだよ。少し彼女には刺激が強すぎたかな。しかし手伝おう。そうだな。相変わらず節操がないな。さてと、我々は、いい子じゃないか。仕事絡みか。そうか。マリナが護衛するとなるとこの子もかわいそうだな。そういう意味じゃない。それに巻き込まれている。それはお前だ。一緒にされるとは不本意だな。なんだそっ。違うようだが。ああ、うん。別れたよ。まあ、別れたというよりは事実上の決裂さ。私のことだ。もうよせ。そりゃそうさ。なあ、もう吹っ切れているよ。なあ、マリナ。悟ったよ、私は。人の心ほど移ろいやすいものはないって。状況や環境により、本当に思いがけないほど。道理でマリナの賢さにはかなわないわけだ。マリナこそ、彼はどうしたんだ？アメリカに行く前の、あ、そうか。じゃあ、UCLA の教授だか助教授だかと付き合っているって。じゃあ。年中発事をしているだけじゃないのか。すまん。しかし一時もってことはまさか今も。おう。マリナは年上趣味だからな。その話はいい。それよりもだ。赤い糸。ナンパの手じゃないのか。偶然が3つ重なれば仕事か外見で判断するか。
そろそろ酒も底をつきたし。ああ、私は明日も一応出勤しなくちゃならないんでね。いや、息抜きになったよ。そっか、だったらその時にまた会おう。いや、そんなことはない。さてと、お互いにね。楽しかったよ。なんだい？プール？今から？じゃあ寝て今回は終わりで、酒飲んでるだけだったな。おっと、しながら仕事したり。パジャマありがとう。今日楽しかった。二人とも。じゃあうん、信じられない。うん、そうみたい。でも、もう服は脱がさないでね。何よそれ。私、こんなに楽しかったの初めて。パパにずっと連れ歩かれていたから、お友達もできなくて。うん、信じてる。今日、私の部屋、インシュリンを打つとき、マリナさん、嬉しかったの。護衛の件、許可してもいいかな。変なことしないなら、じゃあ許す。暖かい。違うの、人と人が寄り添うと。私、最近眠るのが怖くて、とっても怖い夢を見るわ。ほとんど毎晩。私は暗い海の底で人魚姫のように眠っているの。私は一人で寂しいのに、悪魔たちが私をどこかで見つめているわ。ええ、パパにも言われたわ。
いつまで続くのかしら。頼もしいわ。明日早いから。はい。